アンダーヒルはアメリカ海軍の護衛駆逐艦、バックレー級護衛駆逐艦の一隻艦名は35回海戦で戦死した海軍パイロットのサミュエル・アンダーヒルにちなむ。アンダーヒルは1943年9月16日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社フォアリバー造船所で寄港、1943年10月15日に デビッド・アンダーヒル夫人によって命名、浸水し、1943年11月15日に艦長、シドニー・アール・ジャクソン少佐の指揮下収益した。公や及び上院の訓練後、アンダーヒルはボストン海軍交渉に移動し食料及び弾薬を補給する。1943年12月2日にバミューダに向けて出港し、 訓練及び成長後1944年1月10日に、ボストンに帰還、小修理を行う。1月17日に再び、ボストンを出港し、22日に、グアンタナモワンに到着すると、カリビアンシーフロンティアに合流する。アンダーヒルはトリニダード及び、グアンタナモワンで、戦団護衛任務に5月後半まで従事し、その後、ジョージ・ワシントンの護衛として、 ジャマイカのキングストンからマイアミに向かう。1944年5月30日に、ボストン海軍交渉に帰還したアンダーヒルは、魚雷発射艦が撤去され、ボホース 40mm 対空砲が取り付けられた。加えて2機の 20mm 対空砲が戦備部に装着された。アンダーヒルの新たな認知は地中海となる。フランス南部から出撃していたドイツ空軍のユンカース。 188級高化爆撃機は、大撃機に転換され、イギリス、フランスの輸送船団に対して打撃を与えていた。メイン1カスコアンでの訓練演習後、アンダーヒルは独立記念日の夜明け前に、ハンプトンローズを出港し、地中海に向かうワックス47船団の護衛任務に就く。長く平穏な大西洋での航海で、アンダーヒルは戦闘訓練を指揮し、 ソナーによる調査を行った。地中海での7月21日及び22日に何とかの空襲警報が発せられたが実際に敵の攻撃に遭遇することはなかった。戦団交尾の3隻がドイツ空軍機による攻撃を受けた。アンダーヒルはその後チュニジアのビゼルトとアルジェリアのオランンの輸送戦団護衛任務に従事する。ビゼルトへの最初の巡航ではアンダーヒルは 夜通し全速力で航行し、U ボートとドイツ空軍機の警戒する海域を通過した。数日後、南フランスへの進攻作戦が開始する。アンダーヒルは調査任務を担当した。ビゼルトへ帰還する途中、海峡に沈没した船に衝突し、左舷プロペラと軸を損傷した。7月17日にオランに到着、応急修理が行われ、8月5日に、 北アフリカに向けて出港する。6日の早朝にガス47船団に合流し、同船団は8月18日無事ニューヨークに到着した。その6日後、ジャクソン艦長に代わって、ロバート・エム・ニューコム少佐が艦長に着任した。9月には、アックス54船団と共に、イギリスのプリマスに向かう。アンダーヒルは何事もなく10月にプリマスを出港した。 イギリス海峡を通過中にソナーの感知が確認された。数時間にわたって爆雷が投下されたが何も生じなかった。しかしこの投下中にアンダーヒルは海中の物体と衝突しソナー部分を損傷した。アンダーヒルはプリマスで監督入りしたもののイギリス軍は必要な修理を行うことができず、アンダーヒルは戦車揚陸艦の部隊と共にボストンへ帰還した。 11月には、ボストンからメルセルケビールへ向かう、アックス60船団の護衛を行い、その後オランの沖合で、フランス海軍の潜水艦ドリスと共に、対潜水艦戦闘訓練を行った。12月3日に、ガス60船団と共に、アルジェリアの港を出港し、12月21日に、ニューヨークに到着、同日ブルックリン海軍交渉に入る。 1945年1月8日にコネチカット州ニューロンドンを出港し大西洋艦隊潜水艦部隊へ一時的に配属された。アンダーヒルはニューロンドンを拠点としてブロックアイランドサウンドおよびロングアイランドサウンドで対潜水艦戦闘訓練潜水艦の護衛に従事した。1945年1月末アンダーヒルはフィリピンの 第7艦隊への配属が命じられ、2月8日にニューロンドンを出港、パトローラーを護衛しともに、パナマ運河地帯へ向かう。その後パナマ運河、ガラパゴス諸島及びボラボラ島を経由して、アドミラルティ諸島に向かい、1945年3月15日にゼイアドラー湾に到着した。最初の戦断護衛でリンガエ湾に到着すると、 同案で4日間のレーダーピケット任務を行う。その後、ホーランディア、美役島に向かった。1945年6月5日にアンダーヒルは、ホーランディアを出港し、ジェネラル MB スチュワートの護衛として、レーテ湾に向かった。1945年6月10日、アンダーヒルは、レーテ島を出港し、ホーランディアに向かったが、その途中 B-24 爆撃機からの、 救難通信を受け取る。アンダーヒルは、サデウス・パーカーと共にフィリピンシーフロンティア司令官の命を受け自己海域に向かった。アンダーヒルをはじめとする官邸及び多数の航空機が、同海域の捜索を行ったが、捜索は6月12日に打ち切られた。サデウス・パーカーと航空機が、同海域を去った後、アンダーヒルの紹介要因が、水面に浮かぶ。 緑の大マーカーと両色艦を発見した。さらなる探索の結果、生存者3名が発見された。生存者はいかだに乗らず、救命胴衣をつけ60時間を会場で過ごしていた。アンダーヒルは彼らを7時59分に救助し、ホーランディアへ送り届けた。アンダーヒルは、マヌス島、ボラボラ島、パラオ間で、戦護衛を行い、 その後補給及び兵員輸送のための大船団に参加した。7月9日にレーテ湾を出港し、1945年7月14日に沖縄に到着した。沖縄ではレーダーピケット任務に割り当てられ、その後7月21日に中条湾からレーテ湾に向かう第99.118任務部隊の護衛に参加した。 戦団は1隻の兵員輸送艦と6隻の戦車揚陸艦からなり、第96師団の兵員を休養と補給のためフィリピンへ送り届ける任務にあった。戦団の護衛は、沿岸省海底 PC-1251、PC-803、PC-804、PC-807、区 PC 選艇 SC-1306、SC-1309、SC 式を衛て PCE-872 からなった。出航から3日目の朝、7月24日に、沿岸の岬から200から300マイル北東の海上で、アンダーヒルのレーダーは、日本海軍の百式司令部偵察機が、船団から約10マイルの距離で旋回しているのを探知した。直ちに報告が行われ、他の護衛艦に対して、対空戦闘準備が命じられた。 日本軍機は、射程外を飛行し、同海域の潜水艦への連絡を行った。約45分後、アンダーヒルは戦闘配置を解除し、他の護衛艦に警戒態勢を継続するよう命じた。この間に一隻の苦戦艇が、機械トラブルを生じ、PCE-872 によって牽引されることとなった。同海域では2、3隻の日本軍潜水艦が、活動していた。 潜水艦部隊は、船団の航路を確認した後、そのうちの一隻がダミーとしての嫌いを言い出した。アンダーヒルは嫌いを確認すると、艦長は航路の変更を命じた。船団が回避した後、アンダーヒルは 20mm 対空砲及び M1 ガーランドにより、嫌いを処分しようとしたが、銃撃の結果、嫌いはダミーであり、日本軍潜水艦の陽動作戦であることに気づいた。 戦団は航路変更以前に潜水艦を失端していたが、アンダーヒルは潜水艦探知に成功し、PC-804 を誘導して攻撃させた。この攻撃は失敗に終わったものの、数分後には攻撃した海域で潜水艦が発見された。アンダーヒルは潜水艦に体当たり攻撃を仕掛けようとしたが、潜水艦は先行してしまったため、 再び爆雷攻撃を実施した。攻撃後、重油と浮遊物が確認されたため、潜水艦を撃沈したと判断した。アンダーヒルは航路を引き返し、浮遊物上を通過した際、ソナーが別の反応を探知した。それは人間魚雷回転であり、アンダーヒルの右辺の至近距離であったため、砲で撃破することができなかった。15時15分、左限に回転の体当たりを受けた。 アンダーヒルは、環境無限で爆発が起き、数秒後全部弾薬庫が誘爆した。300メートルほどの大きな火柱が上がり、煙は5100メートルの高さにまで立ち上った。爆発の衝撃で、環境は吹き飛ばされ、艦長以下環境にいた乗員は全員戦死した。アンダーヒルの艦隊は全部火薬室を境に断裂し、艦尾はそのままの姿勢を保ちつつ浮かんでいたが、 艦首は喫立したまま右縁に傾斜した。また爆発によって艦尾へ大量の重油混じりの海水が流入して艦内の人間に襲いかかり、中には艦の外に押し流された人もいたが、同時に艦内の可燃物も海水によって押し流された。アンダーヒルの周りにいた苦戦艇軍は生存者の救助を行ったが、小型潜水艇の妨害にあって救助は難航した。 アンダーヒルの後部艦隊は栄光可能と判定されたが、なお多数の敵が周囲に潜んでいると判断されたため砲撃処分が決定。苦戦艇軍が全砲火を使って処分を開始した。まず傾斜していた艦の全部を1828に沈め、その後後部に取り掛かったが、ようやく沈め終わったのは1918であった。アンダーヒルを沈めたのは、 E53 から発信した、勝山敦し中尉操縦の回転であり、これは、現在のところ回転の操縦者と、具体的な戦果が結びついた、唯一のケースとなった。アンダーヒルは1945年9月1日に、除籍された。ありがとうございます。